すごく面白かったよ。まさかそういうので来るなんて全然予想してなかった。バカバカしい。掃除には付き合いきれん。そんな言い方しなくても、面白いものは面白いんだから笑うのも仕方ないでしょ。限度というものがある。いくらなんでも笑いすぎだ。そんな調子ではあんたが本来の目的を忘れているとしか思えなくなるんだが。確かに忘れかけてたかな。さっきのは考えてたことを全部吹き飛ばす威力があったから。俺は俺で猫を探してこよう。あんたらも真面目にやってくれ。じゃあ僕たちも頑張ろうか。さっきの続きして。つまり君が捕まえてきた猫はさっきまでそこの木にいて、それから屋根の上を伝って逃げてっちゃったんだね。屋根の上か。ここからじゃ確認できないし、ちょっと面倒そうだね。沖田さん。雪村君まで連れ出して何をしているんですか。何ってさっきの続きだよ。猫を捕まえようとしてるとこ。俺が言っているのはそういうことじゃありません。この件をまだ土方さんに報告していないと聞きました。一体どういうことですか。君は土方さんに伝えればそれで猫を捕まえられるの。そうではありませんが、今回の一件は新選組に対してすでに害を及ぼしています。食料は無駄になりましたし、洗濯物は地面に落ちています。これより事態が悪化する前にまず副長判断を仰ぐべきかと。だからさ、解決さえしちゃえば土方さんの判断とか関係ないでしょ。雪村君、第三者的な視点から意見を聞かせてくれないか。